うん、というわけで EEK3 でトレーラーが公開されました。自分のゲームは真ん中辺で紹介されてますが、ゲームのタイトルは一応こんな感じにしました。はい、特に意味はないです。というわけで投稿欄に EEK3 へのリンクを貼っておくので、ぜひトレーラーを見てみてください。